日テレ系音楽の祭典ベストアーティストは2001年より日本テレビ系列で毎年11月下旬に放送されている大型音楽特別番組である番組名の末尾には放送年の西歴が入る2008年までは1億3000万人が選ぶベストアーティストという番組名で放送されていたもとは日本テレビ音楽祭というコンクール番組だったが音楽の多様化により ポップス歌手の出演自体が相次いだ。さらに視聴率の低下によりコンクールとして成立しないため1990年でこの形式は廃止された。翌年以降、コンクール番組を読売テレビ全日本優先放送対象に一本化して日本テレビ音楽の祭典という非公開形式の音楽番組に変更した。2001年、出演者やスタッフを入れ替えて コンサート形式の本番組にリニューアルされた。放送時間については、初期は2時間半だったが、あとに3時間から4時間に変更した。2001年の初回放送の正式タイトルは、1億3000万人が選ぶ。ベストアーティスト30であったが、当時モーニング娘。などのハロー。プロジェクト関連のユニットなども数に含まれていたため、実際に登場したアーティストは30組より、 少なかった。翌々年からは人数がタイトルに含まれなくなった。当初は東京米 NK ホールからの生放送だったが2005年に同ホールが閉鎖したため、同年から2007年までは横浜アリーナ、2008年は幕張メッセで開催された。2009年は東京ビッグサイトと日本テレビ G スタジオの2元中継で放送された。その後、 2010年から2018年は再び幕張メッセが使用され、2019年は日本テレビ番長スタジオからの生放送となった。なお、3から4時間にわたりスタジオ外から生放送を実施するため、日本テレビ本社のスタジオサブに放送本部を設けている。観覧枠は出演アーティストのファンクラブにそれぞれ割り当てられており、そこから抽選で選ばれる。 2007年までは10月頃から、速報、歌の大辞典や音楽戦士ミュージックファイターなど、日本テレビの音楽番組でも観覧募集が行われていた。なお、メイン会場の運営は、総合東京が行っており、他の日テレ系音楽番組主催イベントの運営も同様に行う。アーティストは、基本的に生放送会場に登場するが、 過去には別の場所から生中継で出演したアーティストがいるほか、スケジュールの都合で VTR 出演となったアーティストもいる。番組の特徴として、それぞれのアーティストがどの性別、年齢層に支持されているかを番組が独自に調査していること、アーティストへの応援メッセージを番組公式サイトで受け付けていることが挙げられる。アーティストが登場することに、 ナビゲーターの赤坂康彦が性別、世代別の支持率をグラフで発表し、視聴者より受け付けた応援メッセージを司会者が紹介していたが、2011年を最後に廃止された。2004年までは12月中旬の水曜日に放送されていた。2005年から12月上旬に FIFA フフクラブワールドカップの中継が組まれることに伴って2005年2006年は11月。 下旬に放送されたが、火曜日の2時間ドラマ枠が撤廃された2007年から2009年は、サッカー中継のない火曜日に放送され、2010年から2014年は、再び水曜日の放送に戻った。2015年から2017年は11月下旬の火曜日に放送されていた。2018年からは再び水曜日の放送となる。なお、 11月下旬に放送される場合は同じく日本テレビ系列で放送されている読売テレビ制作の年末音楽特別番組ベストヒット歌謡サイト2週続けての放送となるケースがあるネット局は水曜日に放送が行われていた2006年までは NNS29 局の同時ネットだったが2007年から2009年2015年以降は火曜日のプライムタイムを FNS のネットに定めているテレビ大分を除く NNS28 局の同時ネットとなった。テレビ大分は2008年2009年は時差ネットで放送したが放送が水曜日に戻った2010年から2014年までと2018年2019年は再び同時ネットに復活した。派生番組として2005年9月に1億3000万人が選ぶ。 真夏の音楽の祭典2005が放送され、2012年3月7日には、東北地方太平洋沖地震から1年が経過することを受けて、日テレ系音楽の祭典音楽の地から2012が生放送された。放送翌日には、日本テレビの朝や昼、夕方の情報、報道番組で本番組の名場面や、舞台裏模様を放映することが恒例となっている。 補足2001年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年,2012年2013年2014年2015年2016年,2016年2017年2018年2019年潮止め本社 SV サブデジタル生配信中継よみうりランド 中継番長スタジオ全体デジタル生配信中継全体現在放送中放送終了前進番組派生番組1億3000万人が選ぶベストアーティストに関するカテゴリーありがとうございます